ジョン・ハットン・バルフォアジョン・ハットン・バルフォアは、スコットランドの植物学者である。グラスゴー大学、エディンバラ大学で教授を務め、エディンバラの王立植物園で働き、王室植物学者に認じられた。エディンバラの出版業者の息子に生まれた。エディンバラの王立高校、セント・アンドルーズ大学、エディンバラ大学で学んだ。エディンバラ大学の学生の博物学のクラブの 有力なメンバーとなり、医師のウィリアム・エイカイ・ブラウンの勧めで、博物学上の多くの議論に加わった。スコットランド教会の聖職となる目標から医師となることに転じ、海外で学んだ後、1834年にエディンバラで医師を開業した。1835年に26歳の若さで、エディンバラ王立教会のフェローに選ばれ、 その後長く教会の会員を続け1860年から1879年の間、ゼネラルセクレタリーを務め、1881年から1883年の間、副会長を務めた。植物学に興味を持ち、1836年のエディンバラ王立植物園の創設に貢献し、1838年にエディンバラ植物クラブの創立に貢献した。 1841年に野外学校で植物学の講義を行い公表を終え、1842年にグラスゴー大学の植物学の教授に任じられ、1845年にエディンバラ大学の教授となり、その職を1879年まで続けた。エディンバラ大学の医学部長を長く務め、植物学の教育者として成功した。バルフォアの講義は、 神学的要素を残したものであった。チャールズ・ダーウィーンや骨相学の研究で知られるアトソンとも交流した。バルフォアの努力でエディンバラ王立植物園は拡大、充実し、パームハウス、樹木園、教育用の宿泊施設が建設された。著書には植物学の教科書、マニュアル・オブ・ボタニー、クラス・ブック・オブ・ボタニー、アウトラインズ・オブ・ボタニー、エレメンツ・オブ・ボタニー・フォー・スクールズ、 ボタニスト、エス・コンパニオン、イントロダクション2ペイリアンタロジェクル・ボタニーなどがある。百科事典、ブリタニカの発版の植物学の項目を執筆した。息子のアイザック・バルフォアも植物学者となり、オックスフォード大学の植物学の教授職を務めた後、エディンバラ大学の父親の務めた教授職を継いだ。ひ孫に女優のティルダ・スー・イーントンがいる。末族の種、 P ニュース・バルフォーリアナに懸命されている。ボルフは植物の学名で命名者を示す場合に、ジョン・ハットン・バルフォアを示すのに使われる。ありがとうございます。